まあ、今回ね、あの音楽面でどのようなこう、進化を遂げていたかっていう部分なんですけども、今作を始めるにあたって一番最初にそのある程度ゲームが出来上がっていたらゲームのプレイ動画を、まあ、オープニングからもう最後まで、バトルシーンも含めて全部こうプレイしたのを動画で作りました。でその動画に対して当時はまだリメイク用の新曲ができてなかったので、原作のサウンドトラックから曲を引っ張り出してきて、その今作のプレイ動画にそれぞれこのマップにはこの音楽、このバトルにはこの音楽、このカットシーンにはこの音楽っていうのを全部こう私のイメージでこう貼り付けた動画を完成させて、だいたいこんな感じで音楽が展開していくっていうのをこう一応あの動画として完成させたんですけども、あの最初はそれで進めてはいたんですけども、あの現場特にその今回コーディレクターの その演出名をこうカバーしている鳥山が改めてその演出名を考えるにあたって、やっぱりその旧来の音楽の付け方だとやっぱり古く映ってしまうので、現代のプレイヤーではなので、まあ、僕の動画を参考にしながらであるんですけども、現代のプレイヤーにしっかりとあの響くように、よりこうゲームの流れに沿った、もしくはストーリーの流れに沿ってこうシームレスにリニアにこう音楽が移り変わっていくっていうプランにこうスイッチしたのはそのコーディレクターの鳥山ですね。どういった音楽をつけたいか、どういったアレンジにしたいかっていう指示を、もらいまして、それを、それに合わせてどういった音楽にしていくかっていうのを事前によく話し合うことができました。それによって、同じバトル曲の中でもやはりより緊張度が高いバトルと少し緊張が和らいでるシーンっていうのがあると思うので、そこをこう、やはり同じ音楽で通すというよりは少しこう音楽をこうアレンジを切り替えることによって、その緊張度の違いというのを音楽でも表現しております。近年やっぱり世界中見ても割とインタラクティブミュージック、状況によってこう音楽が切り替わってっていう演出っていうのが結構多くなってきている。まあセブンリメイクも他でもなくやはりそこを取り入れてます。であるシーンとかでしたら3バージョンある曲でテンポが全部一緒、構成が全部一緒、メロディーが入る場所が全部一緒、ただアレンジが全て違う。で3本同時になっててこう、クロスフェードさせて、自由に切り替わるっていう演出をしてるんですけど、まあ何ですかね、すごく上手な DJ プレイみたいな感じですね。なだらかにこう、まあ、場面の展開にそれぞれ寄り添ったその楽曲をシームレスでつなげていくということで、あのまあ感情 の起伏の高い盛り上がるところはそういう音楽が好きで、そこから急にこう静かになったりするところはあのこう無理なくこう自然にこうまあプレイヤーとそしてあのまあ映像シーンのそのイメージにこう、 うまく寄り添った展開ができるようになっているので、ね、はい、さまざまなアレンジを収録しております。例えばエアリスのテーマという楽曲があると思うんですが、原作ではエアリスのテーマは1曲なんですが、今回、エアリスのテーマがかかるシーンはさまざまなシーンがありまして、それが本当に楽しいシーンだったり、悲しいシーン、もしくは日常のシーンだったり、やはりそこのシーンに合わせて音楽のアレンジは変更しております。感じ方ってそこって結構一つの僕ら作り手側の面白さでもあるんですけど、より自然にこう違和感なく感じたら実は成功なんですね。
で違和感を感じると多分うまくいってないことだと思うんですよ。なのでこう下手な DJ プレイになっちゃうと思うんですよね。例えがすいません。当時はですね、やはりそのグラフィックに対してついている音楽は内蔵音源というものでなっていたんですが、やはりハードの制約を受けていたことにより表現を、抑えなければいけない部分があったりとかしたんですが、今回ハードの性能が圧倒的に上がったことにより、グラフィックの表現、カットシーンでの表現力が上がったので、音楽の方もそれに合わせる形で表現力をアップさせました。今回新しいシーンに対して、新しいアレンジだったりとか新規の、テーマとかを当てたりしているんですが、原作のですね音楽がとても素晴らしかったので、新しいシーンに対して、新しいアレンジ新しいテーマを当てるっていうのはだいぶプレッシャーがかかる部分ではあったんですが、やはりそこは、今回絵の表現力だったりとか、あと一番大きいのはですね昔いなかったダイアログセリフが入ったことが大きくてですね、まず原作の、アレンジをする際に一番やはり気をつけたのは、メロディーがを大事にするっていうことですね。やはり原作でもう皆さんがもう何十回何百回と聴いているメロディーになると思いますので、そこは大事にしつつ現在のやはり最新の、音色だったりアレンジだったり表現力だったりその辺を強化することにまず力を入れました。やはりそこは、今回絵の表現力だったりとか、あと一番大きいのはですね昔いなかったダイアログセリフが入ったことが大きくてですね、その部分でやはり、原作では、表現しきれなかった部分も相当表現的になっていますので、そこに対してやはりその部分もちろん原作をリスペクトする気持ちを大事にしつつ、よりシーンに合った音楽をつけるということを心がけていました。今回植松さんの方にはテーマソングとして1曲制作していただきました。やはり植松さんはファイナルファンタジー7の音楽という意味では絶対外せない存在だと思いますので、1曲テーマソングを書いていただいてとても嬉しかったですし、とても植松さんの楽曲が使われるシーンがその楽曲と映像がマッチしているシーンになっているおりますので、すごく期待していただいて見るのを楽しみにしていただければと思います。F7 で代表される曲のアレンジが複数あります。で、本当にもうこうなんか原曲に忠実に再現している曲もあれば、もう空耳的にしか聞こえないようなアレンジだったりとか、やっぱり意識しちゃうとやっぱり元をなかなか超えられないっていうのがあるから、なるべく自然に、もうだから新曲取り込むのと同じ姿勢でそこはやってます。僕もその、セブンの、世界観というものは、かつてゲーム遊びましたので、分かってはいたんですけども、植松さんからもハマウズがやるといいんじゃないかって推薦をいただいたので、じゃあもう
僕がねセブンらしい曲とか上松さんらしい曲作るより、せっかく推薦していただいたんであれば、あの自分の、思いつくままに作る方が、あのその推薦を生かすことになるのかなと思って、それで、まあまあ基本的には自由に作ったかなと思います。今回MUST というシステムをオリジナルで作っているシステムがあるんですけれども、サウンドオブで作っているシステムなんですけれども、今回ちょっと FF7 リメイクで一から作り直していて、まあ、抜本的に改良しているんですけれども、まあ、それをやることによって、あれですね、もう人物の動きすべてを、設定した音から、あれですね、骨の速度とか加速度を見て、それによって音を変化させて自然な音を鳴らせないかどうかっていう挑戦をしているんですね。それを、全てのねプレイヤーエネミー、ノンプレイヤーキャラ、モブ、まあ、ボスも一部なんですけれども、その設定を入れ、インゲームからカットシーン全てにおいてつながって自動で音を鳴らしていて、それが自然にできるような調整を行っています。まあそこですごい苦労しましたね、はい、あとはもう単純に物量が多いので、あの全体的な話なんですけれども、まあそれでいて、まあオリジナルの時とは違い、物理で動くものが本当に多いし、キャラクターも遠く行ったり近く行ったりといって、あれですね、その音を可変させなければいけないですね、リアルタイムに。あとは、あれですね、カットシーン内での人の動き、フォーリーサウンドですね、そこら辺は全て全編、撮っていて、それに加えてインゲームの方での必要な、フォーリーサウンドが必要な、あの物理で、動くオブジェクトとかあるんですけれども、まあ、そこら辺の音を収録したりとか、まあ、その中の NPC の音を収録したりとか、まあ、様々なところで、収録を行っています。まあ、僕はあのファイナルファンタジー7は実際にまあオリジナルの方当時プレイしてますし、で何より僕はそのオリジナルに開発で関わってまして、コーラス、セフィロスのコーラスで僕も歌ってまして、まあ上松さんとの仕事をまあ手伝って最初の仕事になったと思いますね。やはりですね、原作が好きだった方もたくさんいると思うんですが、今回リメイクを通して新しくこのファイナルファンタジー7に触れていただく皆様も多いと思いますので、その新しく今回ファイナルファンタジー7の音楽を聴いていただいた時に、あ、ファイナルファンタジー7の音楽ってやっぱりかっこいいなって思っていただいて、で、今回の触れていただいたきっかけに、また昔のファイナルファンタジー7の音楽にもまた触れていただいて、あ、昔の音楽もすごい良かった、両方良かったって言っていただけるように、思っていただけるように、考えて意識して作りました。今回はあれですね、今まで自分が携わった中で多分一番楽曲の数を用意したタイトルになると思います。
それでですね、やはり先ほどから、お話しさせていただいている通り、そのシーンに合った音楽に切り替わるようになっておりますので、たくさん例えば戦う者たちでもバージョンが用意されておりますので、ゲーム中に自分の操作によって音楽がどう変わるかっていうのをですね、実際ゲームをプレイしている時に楽しんでいただくっていうのも、このゲームの楽しみ方の一つかなと思います。オリジナルを遊ばれた、ユーザーの方は、こんな、そのセブンにはこんな深い知らなかった世界があったんだって、そういう楽しみ方できると思いますし、また全くその、今回初めてゲームする人も、僕自身がそうだったんですけど、もう本当に新しいゲームをやってる感覚でできたので、ですからどんな、層の方にも、かなり楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってます。